はい、皆さん明けましておめでとうございます。本年もですね、今ですね1月4日の16時ぐらいです。はい、3日間ずっと寝てましたね。本当にね、正月でこれじゃいかんと思ってですね、はい、とりあえずレンタカー改装することにしました。今回もまた48時間ということでですね、改装していきます。その模様をですね、とりあえずお伝えできればと思っております。それではとりあえず今高槻駅から北つぼりかな、はい、北辰巳か、北辰巳まで、電車移動したいと思ってます。それでは、Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. 17時14分。はい、北辰巳に到着しております。はい、北辰巳で車をピックアップして、和歌山に向かいたいと思います。それでは、はい、今年1本目のですね車をピックアップしてまいりました。ルーミー君ですね。今北辰巳で、今からですね、はい、JR 和歌山に向かいます。今時刻が5時45分ぐらいですね。はい、ということでですね、48時間頑張っていきたいと思います。おー、はい、今7時50分ですね。納車完了しました。ちょっとですね、せっかくなんで和歌山ラーメン食ってから移動したいと思います。井出さんに到着でございます。まず中華そばください。中華行こう、クラブで。はい、和歌山ラーメン多分一番有名やと思います。井出商店で中華そば食ってみました。はい、JR 和歌山駅に到着しております。さあ、新大阪を目指して行くぞ。おー、はい、22時1分ですね。新大阪駅に到着しました。さあ、睡眠時間確保できるでしょうかということで頑張っていきたいと思います。まずこちらから、リンクタウンまで車持っていきます。で、リンクタウンから次、鳥羽まで、浅野さんにかけて鳥羽まで、走っていくというような段取りでございます。それでは行ってまいります。はい、今23時50分ですね。はい、リンクタウン納車完了です。今回ラッキーなことにリンクタウンで納車して、リンクタウンで車が、次の車をピックアップできるという形でございます。こういうのがね続くとですね、すごい楽なんですけどね。まあこればっかりは運ですね。まあ、今回はうまいこといくという感じでございます。もうでもリンクタウンも結構もう観覧車の電気も消えて人もいないという感じでございます。はい、じゃあ車ピックアップしに行きます。はい、京奈和
自動車道の方に行って行こうかと思ってます。今走り始めて18キロぐらいですね、まだ。はい、京奈和に入って、五条まで行って、五条から何号かな、あれ165号かなに行きたいと思ってます。はい、今ですね、吉野あたりですね。370号線っていうのを走ってて、今ちょうど80あと85キロって出てますね。今 61.7 キロぐらい走ってきてですね、一体全体で何キロなのかちょっとよくわかんないですけど、まあとりあえず、臨空からですね、東に向かって走って走って走りまくってるというような感じでございます。この先どんな道になってるのかちょっとよくわかんないんですけど、ノーマルタイヤなので、できたらあれですよね、あんまり凍結してなければいいんですけどというところでございます。とりあえず先を急いでいきたいと思います。今1時31分ですね。はい、4時ぐらいまでにはなんとか着きたいなと思ってます。それでは行ってまいります。はい、今ですね2時34分ですね。はい、先ほどから166号線ってやつをですね、ひたすら、東の方に向かって走ってます。ずっとこういう風にね、山道が続いてるという感じですね。はい、3時34分ですね。はい、やっと伊勢の快活クラブに到着しました。ここでそうですね、5時間ほど仮眠というか休憩とって、朝方また納車しに行こうと思っております。一応ですね、ピーナッツとですね、ノンアルビールを買ってきてちょっと中で飲もうかと思っております。それではちょっと仮眠とってきます。おはようございます。ただいま8時17分です。快活クラブ出てきてですね、納車に向かっております。予定到着時刻が8時36分という感じです。快活クラブでだいたい3時間ぐらい仮眠とってですね、その後シャワー浴びて、ね、朝食食べてですね、それで出てきたという感じです。はい、でございますんで、割とのんびりとドライブしながら、今日もできるんじゃないかなと思っております。では2日目もよろしくお願いします。それでは、はい、ただいま9時26分ですね。ここどこかというと、伊勢神宮のお祓い町ですね。はい、近く通ったので、正月ですしお参りがてらですね、ちょっと朝のウォーキングをしております。はい、いい感じですね。正月は3つやったかもわかんないですけど、いい感じの、帰りちょっと伊勢うどん食っていこうかなと思いながら見ております。ということで、赤福さんもありますね。はい、ちょっとなんか食べてから移動しようと思ってます。とりあえずお参り行ってきます。Thank you.
ライト青山高原を越えるときにですね、雪国になってましたね。はい、スタッドレスタイヤでよかったという感じでございます。意外と雪国ですな。また今週末雪が降ると言ってましたんで、だいぶ積もるかもわかんないですね。はい、じゃあ先を急ぎます。はい、南山城の道の駅に来ています。はい、ご飯も食べたことですし、会社戻りますか。はい、大阪空港なのですが、総理が緊急事態宣言を出すということになっているんですね。非常に人が少ないですね。まばらですね。っていう状況でございます。はい、今ですね、大阪空港のレンタカー屋さんなんですけど、この車をですね、2キロ先ぐらいの駐車場まで持っていくという、すごいイージーな仕事でございます。まあ、というのはレンタカー屋さん夜引き取りができないところがあるんで、それをですね、まあ、とりあえず近くの駐車場に持って行って、夜誰か違う人がですね引き取ってですね、改装を引き継ぐみたいな、そんなことをやってたりします。はい、ということで、参ります。はい、あっさりと駐車終わりましたというか改装終わりました。3分ぐらいでしたね。わずか1キロでしたが、とりあえずですね次に向かおうと思ってますが、本番もまた、今からですね川西の瀬口から豊岡への改装なのですが、前回と同様ですね、豊岡行っても休憩する場所がないんですよね。はい、今4時3分ぐらいですかね。あ、まだ4時になってません。3時59分ぐらいですね。3時59分で、まあ豊岡までなんぼなんでも3時間もあれば行くだろうと思ってますが、5時に出たら8時でしょ。で、朝までどうするかっていう話なので、ちょっと考えどころですね。はい、考えて進みたいと思います。それでは、はい、川西の瀬口に着きました。そうですね、車引き取ろうかどうかちょっと迷ってますが、何もなければ引き取っても先急いじゃおうかなと思っております。時間は多分明日の朝の7時まであると思います。この時間どう過ごすかちょっと今まだ考え中でございますが、多分先を急ぐと思います。はい、ですね、車もピックアップしました。今4時55分ですね。はい、で、先を急ぐことにしました。豊岡で多分4000円台ぐらいのホテルやったら理想だったので、一応それを当てにしてですね先を進むことにします。今晩はですね、はい、コンビニ弁当でいいやと思っております。という感じでですね、目標そうですね8時ぐらいまでにはつければいいのかなと思っておりますが、どうなんでしょうか。それとですね、明日の予定がまだちょっと来てないので気になりますといったところでございます。とりあえず先を急ぐことにしましたということでですね、今176号線を高田塚の方に向かって進んでおります。それでは、随時まだビデオを回していきます。明日どうなのかな、ちょっと分かりませんが、はい、ということでですね、あとそうですね、よく考えてあとまだ24時間ぐらい残ってるというか、まんまん24時間残ってるという感じです。半分終わったところということですね。ということで、まだ続きます。それでは後半どうなるんでしょうか、よろしく。はい、20時30分です。豊岡で納車完了でございます。雪も降ってきてますね。どこ行っても
今日はもう人が少ないって感じですね。はい、大阪空港もそうでしたし、それで朝伊勢神宮にいたんですよね。はい、そういう日でございます。外を見るとですね、こうやって積もってますね。今からホテルに向かいます。ちょっと気温が高いみたいで、雨になってますね。夜には雪になりそうな感じですね。はい、早めに納車しとってよかったと思います。これ雪の中納車しなくちゃいけなかったのはちょっと辛いですもんね。ということで、よかったよかった、まあ、とりあえずでもホテルにチェックインしようと思ってます。今日のホテルこちらですね、マルホテル、大ホテルよくわかんないけど、はい、こちらでございます。こちらでですね、5800円かなんか買っちゃってですね、1日1万円ぐらいしかギャラないのでという感じでございますが、はい、行きたいと思います。1時50分です。一応部屋に入ってきました。いかがだったでしょうか。2021年初めてのですね、レンタカー改装でございました。はい、今年2021年もですね、レンタカー改装および旅の情報をですね、いろいろとお伝えしていきたいと思っております。それでは、チャンネル登録まだの方は、ね、ぜひよろしくお願いします。それでは今年もよろしくお願いします。はい、じゃあ、違う動画でもお会いしましょう。さようなら。